続いてのテーマこちら、ゲームクリエイターをやっていてよかったと思える瞬間はどんな時ですかという、西川さんどうですか。まあこれ人並みですけれども、うん、作ったゲームに対するお客様の反応、うん、リアクションが感じられる時が一番やっててよかったなって、これはもう入社してから今でもずっとその気持ちは変わらないです、うんうん、うわすごいとか楽しみとかっていう一つ一つのコメントももう心の支えになりますし、東京ゲームショーとかジャンプフェスタとか海外のいろんなゲームイベントとかでゲームの出展がなされて、試遊台とかステージイベントとかがある時のそこに集まってきてくださった方々のやっぱリアクション、一つ一つが本当にあのこの仕事を続けててよかったなって思える瞬間ですし、そういったものがあるからいいものにゲームをしていこうって思える力に還元されていくのかなって思ってます、うん、そこはね、まあ、正直、まあ、多分あなただけじゃなくて、まあ、俺自身もそうだし、ものづくりをやられてるクリエイターの、まあ、いわゆるお仕事に従事してる人はもうみんな多分そうなんやと思うのよ。わーすごいとか面白いとかっていう反応もあればですよ、まあ、中にはね、いや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 表担当ちゃうわと、何ですかこれはと、あの西川あのちびっこテリーマン お前っていうようなね、まあ、ある種誹謗中傷的なものもね、あの言われることだってあると思うんですよ。そういうのはどうですか。まあ、正直、うん、あの辛いというかですねやっぱ人の子で、辛いんや。いやまあそこは、うん、あのやっぱりこう痛みを感じる感覚はあの僕はまだ残ってますあ人並みにあるのね、はい、松山社長はもう、うん、おそらくそこに関しては俺何にも感じないからね、もう その境地に至って全部ありがとうと思ってるから、それはすごいなと思うんです。遊んでくださった方のご意見っていうのは、うん、やっぱりこう真摯に受け取るべきだと思いますし、うん、厳しいこと言われた、うん、ショックを受けた、ゲーム作るのやめますは一番やっちゃいけないことなのかなと、うん、悔しい思いとかがあるんだったら、うん、もっと成長しなきゃなって思うように日々チェックしてるって言った、うん、まあ、それも含めて楽しいっていうか、まあ、よくね皆さんね、なんかこう SNS とかでね、まあ、まあ当たり前だけどお客様だから、まあ、ご自身の感想とか印象とか含めて好きかっておっしゃるじゃん。なんなら俺も直接来るのもあるからさ、まあ、正直ねこれ何言われてもさ、見てくれてるから文句も出るわけじゃない。気にしてくれてありがとうやし、そうですね、なんなら遊んでくれた後にね、まあ、いただく感想なんかも褒められてようとけなされてようと、もうどっちもありがとうやん。そんなん、はい、こんだけ5万とあるコンテンツの中からね、もう選んでいただいて、そしてこうご意見をねいただけるわけやから、ただ嬉しいよね、うん、一番嫌なのは興味ないっていうね。そうですね、なんなら見てもないし知らんしっていうね。いやそうですね、こういうゲーム出るんだっていうのが、うん、出てたんだみたいな話、いやもう発売後しばらく経ってからこう、うん、見かけたりすると、うん、あ全然ちょっとプロモーション足りてなかったなとか知られてなかったなっていうのが一番ショックが大きいですよね。だけどね、そういうそのお客様に知っていただく、振り向いていただくために、我々やっぱこう無視できない圧倒的な魅力っていうのをこう魂込めてものにこうね、注いでやっぱ作ってるわけだからさ、まあ、それはねやっぱ本当こう作っててよかったなって思う瞬間っていうのは、やっぱりそういうお客様のもう一個一個のもう全てのまあ反応だよね。まあ、僕自身ずっと自分自身こう言い聞かせながらスタッフとも話をしてるんですけども、うん、ゲームって当たり前ですけど商品、であると。で商品はお客様に対してその作って、売っていくものであると、うん、それを遊んでくださったお客様のやっぱり声、反応がやっぱ一番クリエイターにとって喜びであり励みであり戒めにもなるのかなと、うん、一番楽しくて辛い部分でもあるんですけど、うん、やっぱこれがこの仕事がやめられない中毒性の部分なのかな、うん、そうかそうっすな。なので僕もあの そういうふうにですね、あの、うん、まあ、でも最初からそういった気持ちだったかというとそうじゃなくて、入社したての頃とかはやっぱこうネットの反応とか見ると、うん、怖いと、厳しい意見があったらどうしようと、こう自分の目を隠しながらこう2チャンネルとか掲示板とか当時そういったものを見ながら、まあ 見, てたね、見ながらこういい意見があったらやったって思いつつ、こうちょっと厳しい意見があったら、あちょっと今日ブルーだなとか、やっぱもうそう思いながらやってましたが、どちらの意見もやっぱ貴重な、やっぱ遊んでくださった方々のやっぱ感想なので、そこはあのやっぱりちゃんと受け止めるのがクリエイターの筋かなと思うのと、やっぱそこに関するやっぱこうフィードバックは
ぱゲームを作り続けることでしか返せないのかなと思っているので、うんまあ、そういったあの思いというかですね、うん、ちょっと僕の気持ちに関してはちょっとずつあの僕以外のスタッフにも伝えていけたらいいなっていうのが今後の目標ではあります、う